皆さんこんばんは、 MK です。スーパーマリオギャラクシーパート18やっていきましょう。今回はサンドアイランドギャラクシーのレッドコメットからですね。レッドコメットって何だったっけ。確かタイムアタックだったような気がしますが、あまり難しくないといいですね。はい、レッドコメット飛来中やっていきましょう。どこのステージかな。タイムアタック果てしない流差を超えて果てし、いや無理だろう、あのステージだよねこれ。いやちょっと待って、どっからだ。タイムアタックだけど最初から最後までじゃないと思うんだけど、どっからだ。最初からだったらめちゃめちゃきついと思うんだけど、ここのステージさっきやった最初からじゃん。マジで4分30秒きつくない。マジで言ってる、やばい、もういきなり食らった。ここはなんだっけ。待って待って待って、4分30秒やばくない。大丈夫、ちょっと待った、急ぐぞ急ぐぞ。スターピー、やばい、スターピースを取ってる場合じゃない。ここじゃさ、やばい、待って待って、焦りすぎも良くないな。ここは焦りすぎない。よしよし、コインを取って。最後なんだっけ？いや、それか。ちょっと待って、ちょっと待って。早く出てこい。早く。ここヒップドロップじゃないのか。何だったか忘れたが。あ、たたたた。はまってるはまってる。やばいって。待って待って。落ち着けって。最後。はい、ここ。やばいな。こうやって。踏もう。踏もう。踏んでコインを手に入れたい。踏んでコインを手に入れたい。よし、オッケーオッケーオッケー。踏んでもコインじゃない。なぜか最後だけ踏んでもコインじゃない。待って、焦るな。焦りが出ている。3分48、よしよし、コインは手に入るな。コインは手に入るけど、待って待って待って、次が、次が、あそこか、ど真ん中のやつを通るやつだけど、待って待って、コインが取れてないね。そうか、これ落ちることはないのか。ここ行って、無理やりでも行くよ、無理やりでも行くよ、無理やりでも行くよ、ポーンと、いいですね、いいですね。ここ途中で、なんだ、どうなるんだっけ、ここ行ってもいいけど、行かない、行かない、待って、行くのか、行けばいいのか、行った方が早いんだな。あの腹ペコチコのところをやろうとも思ったんですが、タイムアタックだと単純にないような気もするから普通に行きましょう。こっち行って、ああーコーラだ、コーラだった、やばい忘れた、コーラしかも取れない、やばいやばい、焦りが出ている焦りが出ている。前回前回っていうか、あのここ一番最初にやった時は一発で取れたんだよな。やばいな、来てんな。ここは青緑コーラを取って、ただ一個逃してるからどっちみち一発じゃいけない。あーっと、しかももう一個逃した、もう一個逃したよ。ここ落ち着いて、はい開けて、いいよ、ラストラスト、あラストっていうか、あと1周、あと1周で全部取るよ。次次次、ここの2個目か、ちょここか、ここか、ここ1個逃しててラスト1個、ラスト1個、ラスト1個がここだ。待って待って、落ち着けんだマリオ、取れる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 ぞマリオ、戻れ戻れマリオ、戻るんだマリオ、戻れないか、戻れないな、やばいタイムアタックがやばいな。待って、こんなに難しいの、焦りすぎ俺。いや焦り、それ焦るよ焦ると思うよこれ普通に。ここ取るよ、ここ取るよ、よしオッケー。でど真ん中じゃないね、あそこか、あそこでフォヨンフォヨンやっていく、いくよ、着地してマリオ、よしいいぞ、フォヨーンってやって、ポヨーンってやって、ポンポンポン、いいですねいいですね。でここ無理やり着地して、こっちで行こう、よくわかんないけどこっちで行くよ。ここを幅跳びで時間を稼いでいく、あそこだあそこだあそこだ、いけいけマリオ、よしオッケー。これで残り2分、残り2分でここか。きつくないかな、きついと思うな私。表に出て、表に出ろって言うとなんか喧嘩するみたいだけど、そういうことじゃないよ。ここ行って、あ、うっとっとっと、やばい、あーやっちゃった、あれやっちゃってない、いけるいけるいける、え逆になんで今一回復活できようとした。どっから、最初からだよね、タイムアタックだもんね。ちょっと待って、焦らず行こう、よし行くぞ、今度こそ成功させるよ今度こそ成功させないとやばいよ、めちゃめちゃしょっぱな噛んだけど大丈夫、なんで清掃するんだよ、成功な。ここベビーチコが戻ってからスピン、ベビーチコが戻ってからスピン、やばいってマリオ、やばいって、落ち着けてスピン、よし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 よ、でここを出てこい出てこい、出てくるんだみかん、よし出てきたスピン、え絶対当たったと思うけど、ベビーチコが戻ってきてからスピン、戻ってきてからスピン、いいよ戻ってきてからスピン、よしよしよし、今危なかったね、今俺食らったと思ったぞ内心、オッケー。で次、次はあのコインはあるから、コインはあるから落ち着いてあの岩のエリアを抜けていかなければならない。でここ落ちないからね、スーパーマリオギャラクシーのいいところはこういうとこが落ちない。ここ幅跳びで乗り越えていく、いいですね。ポーンって行って後ろをぐるっと一周したら、ここでさらにポヨンと行く、いいね。でここ、ここ一発で取れるか取れないかで今後の人生決まるよ、今後の私の実況人生がかかってるよここに。オッケーいいよいいよ、ではい1個目取る、1周で取るから1周で攻略してみせる。
ここだね、ここだね。はい、2個で表、次表で3個、いいよいいよいいよ。でここ次4個、いいんじゃない、いいんじゃない、いけるんじゃない、マリオ、いいぞ。ここ行ったらもう私はね、実況今後余裕余裕ってなんで、俺の気の持ちようだろっつってな。でこっちに来て、よーし、オッケー、一発でクリア、よしよし、いいぞ、この調子この調子で。フォヨンエリアね、はい、フォヨーンって行ってって、トンパンペン、オッケー、いいですね。でここ落ちても大丈夫なところではあるけれど、まあ落ちると格好悪いから落ちないようにしていくよ。いいよいいよマリオ、いいよマリオ、調子がいいね今日は。オッケー、2分47秒、さっきよりも余裕はあるね、さっきよりも余裕があるからスパッと決めていきたい。ここ表に出て、あのスイッチを押すんだよね、ヒップドロップでスイッチを落ち着け、マリオ。こういうとこでね、あの焦るとダメなんですよ。大丈夫、時間はあるから、時間はあるから、よしよし、いいよいいよ、こういうとこでも落ちないように気をつけていこうね。ここも、はい、レンガに乗ったらあっちに行くまで待っても大丈夫、全然大丈夫。でここ幅跳び危ないね、いいよ、ここ幅跳びで、よし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 、これ落ちると一発アウトだから、落ちると一発アウトだから、そこを肝に銘じてくださいね、マリオさん。落ちないんだよ、とりあえず時間、タイムアップで死ぬのはいいけど、普通に落ちてやられるのは重要ないよ。でこっち行って落ち着け、落ち着け、落ち着くんだ、よし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 。で最後最後最後、ここここでヒップドロップしたら時間制限あるからね、時間制限だけ気をつけてね。行くよ行くよ行くよ、ここ落ち着け、ここをヒップドロップで後ろに出ました。でこれカチ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 いってるから時間制限が一応あるんだよ。で表に出てまた戻る、さっきのところを戻って、こっちだねこっちだね、こっちに行って、ここ幅跳び大丈夫大丈夫マリオ、おお危ない危、おおおおおお、今大丈夫だったの、今大丈夫だったのマリオさん、よかったね。今片足踏み外したけどね、完全にね。でここジャンプで登っていく、落ち着くんだマリオ、落ち着けばいけるから、落ち着けばいけるから、よしオッケー。やっぱりね、タイムは余裕あるんだよ、今みたいにストレートでくればタイムは余裕あるから、焦らないのが大事なんだね。よし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 、レッドコメットは焦らない、これをね、これからレッドコメットをやる未来の私に伝えてください。はい、サンドアイランドギャラクシータイムアタック果てしない流差を超えてをクリアしましたけど、ギャラクシーコンプリートではないんだ今ので。ってことはまだいたずらコメットか隠しスターがあるってことだね。マジか、今のでクリアしたような気はしてたんだけどな。これで一応あるやつは全部終わったね。じゃあここだ、ボス戦ですね。はい、どうなる、クッパダークマタープラント、なんだダークマターって言ったカービィ2のラスボスなんですがダークマターとクッパが合わさったような何かなんでしょうか。大魔王の野望を阻止せよ、あれクッパ戦じゃない、マジでまたクッパ戦っぽくない、おー、なんかすごい、なんかすごいステージが作り込まれているステージが作り込まれているよ、クッパ戦かな、激アツなんじゃない、なんだこの気持ち悪い物体は。これ当たるとどうなるの、当たるとやばそうな感じしてるね。君はここも罠がいっぱいです、重力に気をつけて進んでください。わかりました、これ絶対落ちるとダメだね、もう、あ、これがダークマターなのか、暗黒物質ってことだよねダークマターは。ここ、はいはいはい、いいですね、これなんかすごいねすごい、やぶねえなお前、おい、やめて、あ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 、え、ペット、ポッ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 、オッケー、危ねえや、カロンも危ない危ない、今これはこう言ってやめてくれ、そういうのそういうのが一番危ない、待て、こっちに重力かかって、オッケー、危ない危ない、そういうことか、そういうことか、いいのか、重力のかかり方は合っている。でここここ落ち着くんだ、ここ落ち着くんだマリオ、ここだ、違う違う違う、そう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 、そこにいれば大丈夫で、イチャップキノコ取りたかったんだ俺、取りたかったけど取れないからやめよう。こっちに行っていいのか、いいのか、このポール、このポール登ればいいの、はい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 、でチコちゃんがいるね、なんかあっちにある、大丈夫、チコちゃんに一回話しかけて、ダークマターの影響であちこち穴が開いています、突然現れる穴に気をつけて進んでください。わかりました、これですね、穴に気をつけますよ、穴には気をつけるんだけど、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、あれが穴か、あれが穴か、あそこにあるのが穴だね、気をつけよう、そういうことだな、なるほど、そこに落ちるともうとんでもねえことになるわけだ、えらいこっちゃえらいこっちゃになるわけだな。で、ここ落ち着くんだ、落ち着くんだマリオ、大丈夫、焦るから落ちるんだ、焦らなければ落ちないんだ、いいぞその調子だマリオ、ここ一つだから余裕の、よっちゃんも危ない、枝危ない、ここここ落ち着いて、ここ落ち着いて、ここで、はい、乗る乗る、いいよいいよ、次次次、
こっちに行って、まだ来てない、まだ来てない、まだ来てないよ、まだ来てないけど全然間に合うから、よしよしよし、行っちゃう。いいですね、1アップキノコがある。ここで1アップキノコが非常にでかい。これがあるかないかでね、私のモチベーションと今後のスーパーマリオギャラクシー人生が大きく変わってくるからね。危ないね、今もね。押し付け、こっちに行って、ここ乗るんだ、ここ乗って、いいぞ。あそこ落ちるとダメなんだね、あそこ落ちるとダメなのは分かったんだけど、これね、これが来る。で、ここが、ここにいれば助かる。いいぞマリオ、一発でクリアできちゃうんじゃないの。ここに乗って、1アップキノコ、1アップキノコが多くて非常に助かる。で、ここを、いいんだね、合ってるよね、合ってるね、よし、オッケーオッケーオッケー、危ない、おー、なんか危なかったよ今。で、で、で、違うな違うな、これでこっちに来る必要がある。ここでこうだな、ここにいればそこの重力がフォヨンってきても大丈夫。いいよいいよ。で、今度は、今度はそっちだ、今度はそっちだ。なるほど、忙しいねマリオさんね。重力に翻弄されていて、なんか重力酔いみたいなのを起こしそうですね。ダメダメだダメだダメだ、このまま行くと死んでまる、このまま行くと死んでまる、あ、危ない危ない、よし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 、ここだな、ここだな。すごいなこのステージ、ようクッパもこんなにめんどくさいことするね。そんなに来てほしくないから、ないならこんなの作らなきゃいいのに。すごいなんか意味深なところに来て、チコが凍結されている。大丈夫かチコ、はい、君はこの階段を使って、あ、なるほど、君が出してくれたんだね、ありがとう。落ちないようにするよ。で、ライフアップキノコを取れればもう私は勝ったも同然、ありがとう。で、このチコを、オッケーオッケー、ありがとうございます。いや、こちらこそ階段出していただいてありがとうございます。いえいえいえ、そんなご丁寧に。ここはもう最後っぽいけど、クッパがいないけど、これ上から来るパターンでしょ、いつも通り。ドーン、来たね。うぬー、もう来たか、もう来たよ。さすが我が宿敵マリオ、この場で宇宙の木図にしてくれるわ。またクッパ戦だね、またか。倒し方は一緒かな、あの、一緒だね、一緒だね、いいぞいいぞ。倒し方が一緒だという、すごいワンパターンでよかった、クッパが。ここ一旦ジャンプジャンプジャンプだね。で、ここ、ここに着地してほしいの、ありがとう。そしたらボーってなるから、尻尾がフヨンフヨンしてるのをここで後ろ向いたらスピンで OK で、今度は逆にこっちに来るから、ここをスピンで、あららららいくよいくよ、ここをスピンでポヨン、 OK、 弱いぞこいつ、いけるぞ、前回と同じだもん。なんだ、叫んだだけ、叫んだだけかーい、違う違う、炎を出してきた。前回にない攻撃を仕掛けてくる炎に気をつけろマリオ、気をつけろって言ったよ俺。落ち着けマリオ、落ち着けマリオ、炎が後ろからも来ている。そっかそっか、ギャラクシーだもんな、そういうことだな。ここにジャンプしてきた、危ない、やばい、こいつスピンを覚えている。こいつまさかスピンを覚えたか。ここに来い、ここに来い、やばい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 、あ、そっか、ライフアップはあんのか一応。ここにジャンプしてきて、ここに、スピンじゃない、スピンじゃない、スピンは求めてない、やばい、こいつ学んできている、こいつ学んでいる。ここにジャンプ、ここにジャンプしろ、ここにジャンプしろ、スピンじゃないスピンじゃないスピン、やばい、待て待て、こいつ強いぞ、こいつ強いぞ、スピンじゃないって。それどうすれば終わるの、そのスピン地獄はよ。あ、来た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 、ここここここ、違うんだよな違うんだよな、ここここここ、よし、オッケーオッケー、いいぞ。で、後ろに回ってきたところを、はい、尻尾をスピンでやる。で、さらに後ろに回ってきたところをスピンでやる。いいよいいよ、あと1回あと1回あと1回。お、なんだなんだ、めちゃめちゃ叫んでいる。何何、威嚇しただけ、威嚇しただけだね多分ね。炎に当たるな、炎に当たるな。体力何個ある、見えないんだけど、こっからじゃ。一旦スピン地獄を避けるよ。一旦スピン地獄を避ける。何回打撃波を出すんだ。危ない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 から危ないから。いや、無理じゃないそれ全部避けんの。待って待って、無理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 。またスピンでしょ、またスピンでしょ。無理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 。落ち着けマリオ、落ち着けマリオ。ここのコインを冷静に取るんだ。よし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 。あ、横に倒せばいいのか。ここにおいでー。微妙に来てない、微妙に来てない、ここ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 、よし、オッケー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 、ラスト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 、マリオ起き上がれ、すぐ起き上がれ、そこ尻尾尻尾、よし、オッケー、いいぞ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 。で、後ろに来たところをスピンで、もう一回だよね、もう一回だよね、分かっている、テンプレは分かっている。ここだ、うますぎる。なんだ、まだまだあるの、いいんだよね、いいんだよね。あー、怖え、びっくりした、めちゃめちゃギリギリだったな、あのスピンが超強かった。お前もスピン使えるんか、ガッハッハッハ、さすが我が宿敵やりおるわいと言いたいところだが、こうやって遊んでいる間にも我が輩の計画は完成に向かっているのだ。遊んでたの今、俺は全然遊んでなかったんだけど、マジだったんだけど、残念だったなマリオ。おお、卑怯者め、今お前を完全に仕留めることはできないというわけか。お、またまたグランドスターが手に入りましたね。いいんですよ、でもグランドスターを手に入れてクッパの本拠地に向かってどんどん進んでいきましょう。はい、いやー、
まあクッパ戦倒し方が似てるからいいけど、やっぱりさすがにパワーアップしてくるな。はい、グランドスターゲット、いいですね。これでまたなんだ、今度はほうき星の天文台の上の方がこれで開くのかな。はい、持って帰ってきましたよ、ロゼッタさん。どうですか、これでまた飛べそうですか。これを思いっきり真ん中にボヨーンと、何色になる。おお、青っぽくなったね。すごい綺麗。今度は上が、おお、光が灯った。どこに行けるんだろう今度は。いいね、光が灯ってきましたね。まだか、あと一段、あと一つだな、あと一つだ。結構終盤だ。じゃあもうボヨーンときた。で、おお、なんだ、メカニックルーム的なとこが開いたぞ。大魔王の野望を阻止せよのスターを手に入れた。まあギャラクシーコンプリートだよね。はい、これでロゼッタさんの話が聞けるかな。新しいギャラクシーを発見しました。はい、マシンルーム。お、あながち間違ってなかったぞ。絵本の新しい章が追加された。まあ絵本は後でまとめて読もうかな。あなたの大切な人の居場所を突き止めました。足元のプレートをご覧ください。お、ここか。ここがあの大切な人がいる場所だね。それは目的の地である銀河の中心までたどり着くのに必要なスターの数です。あと2個じゃん。え、あと2個だぞ。パワースターを取り戻せばこの数字が減っていきます。え、あと2個なんだけど。ゼロになった時、このほうき星の天文台は星船としての力を取り戻し、銀河の中心に近づくことができるでしょう。あと2個なんだけど、どうしよう。いや、そうだよな。一応、2個だけど、ここも全部やってから行くのがベターだよな。そうしよう。またなんかメールが来てるね。はい。フィッシー姫からお手紙です。マリオへ、今とてもとても遠いところにいるの。でも大丈夫。マリオがきっと助けに来てくれるって信じてるから。うん、俺も信じてるよ。また助けれるって。この手紙と一緒に送ったもの役に立つかしら。何ですか？一アップキノコが5個受け取る。ありがとう。めっちゃ助かった。うー、姫囚われの身でありながら、なんと優しい。そうだね、なんと優しい。それではまたのご利用お待ちしてます。やった、5アップはでかい。で、あのね、ちょっと無視してたあれをやろうかな。ルイージのちょっと時間余っちゃったから、ここね、コメントで教えてくれた方がいました。バトルロックギャラクシーだね。で、戻る。バトルロックギャラクシーがどこにあるのかはいまいち覚えてないので、誰に聞けばいいんだろう。どこだったっけ。前回ここだったから、ちょっと待って、どっかで見れないんだっけ。見れないのか。見れないんだね。どっかで見れそうな気はしてましたが、見れないっぽいんで、ちょっと行きましょう。多分ここだ。バトルロックギャラクシーのところにルイージがいると見た。ここじゃない？はい、ポヨンと行って、ここなんだっけ、バスルームか。ここにあると見ました。違うかな。違ったら申し訳ないんだが、ポヨンと行って、スターダストバトル、あった、ここだ。あの、これだね、ルイージが。いいね、私の記憶もまだまだ捨てたもんじゃないよ。年寄りじゃないぞ、まだまだ。はい、ここでルイージを助けに行きましょう。どこだ。これだね、巨大要塞現る。ルイージがさっきの写真だと裏のところにいたよね。ここの最後のゴールのところの裏かな。あ、今のところ、今ここの裏だわ多分。だから普通にまずはゴールに向かって進んでいきましょう。はい、青いのをまず5つだね、手に入れますよ。裏面にもありますよね。そうだよね。あ、だだだだだだ。裏面の、おーっと、表に出てってしまった。表のこれを手に入れて、このベーゴマ一族はもういい。もう飽きた、あんたらは。よしよしよし。あー、こっちじゃない、こっちじゃない。こっちじゃなくて、こっち。よし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 。あのね、案外ね、自分が行きたい方向と合ってない時があるんですよ。で、これで5個と。いいですね。分かってきている。これで、はい、ウィーリモコン、ウィーリモコン、あれ、ウィーリモコンが、あたたたた、ぽよーんといって、ぽよーんといって、ぽよーんと、いいですね。で、こっちに着いた。で、ここは、これか。これをぽよーんっていって、ていってやれば、こっちにつけると。いいですよ、いいですよ。で、これをぐるぐる回すでスタートだな。で、一番最後のところだ。一番最後の足場のところの後ろ側にルイージがいるはず。いや、ルイージもよ。スター取ったなら戻ってきてくれ。取るとこまではいいんだよ。取るとこまではさすがなんだけど、なぜ戻ってこれない。あのしゃがみ方、スマブラのルイージのしゃがみ方みたいだよね。そしてここまで見てくれた方だから、俺もちょっと文句じゃないけどちょっと一つあるんだけど、スマブラのルイージさ、なんかさ、
なんだろう、おちゃらけみたいな感じじゃん。皆さんスマッシュブラザーズ、デラックスまでは良かったのか、 X からかな、ダイラントスマッシュブラザーズ X と4と今回のスペシャルのルイージが、なんかあのさ、なんだろう、アピールとかもそうだけど、なんかちょっとおちゃらけってんじゃん。なんか なんだろう、俺の中でルイージってあんなキャラじゃないと思うんだよね。で多分皆さんもそう思うと思うんだよ。あのマリオの本編をやってればわかると思うんだけど、ルイージってあんなキャラじゃないよね。スマブラ補正がかかってるよ、確実に。なんだろう、ちょっとあのこちょっと臆病っていう設定はあるけど、ルイージマンションとかはね、あんなに臆病な感じじゃないし、あのシモンとかのなんだ参戦ムービーとかもそうなんだけど、あんなに臆病じゃないし、なんだろう、あんなにこうふざけるキャラじゃないと思うんだけど俺。あれこの辺じゃない、さっき映ってたの。あれこっち、あ、いた、誰か助けて。そう今助けるんだけど、どうするんだ、あっちからか、こっちからキラーを連れてくる必要があるのか。おいでー、キラーこっちだよ。あれ裏面には来る、こっちだよ、キラキラ、いいぞいいぞ。これ裏来る、こう、あーまずいな。裏に来なそうだけど、どうだ、ここで、はいはいはい、ジャンプして裏に、なんとか誘導、オッケーオッケーオッケー、来た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 。で、このまま、ルイージの方に向かって、あー危ない、あーっとギリギリ、でも今の方法で合ってるね。そう、だからね、スマブラのルイージ、俺おかしいと思うんだよね。で、結構ね、俺マリオも前はおかしいと思ってたんだけど、スペシャルのマリオの参戦ムービーっていうか、マリオのキャラクタームービー見たら、案外治ってる、今回は。だから、今回のマリオはいいんだけど、なんだろう、アピールとかもさ、なんかマリオおかしかったと思うんだよね、今まで。なんか今回はあのいつものなんだ決めポーズみたいなのとか、オデッセイ要素とかね、キャッピーとか入れてきてくれたからいいと思うんだけど、今までのマリオも俺おかしかったと思ってるから、ルイージも直すなら直せよって感じ。バー窒息しそうだったよ、もう兄さんもっと早く来てよ。はいはい、パワースターだよね、ロゼッタさんには僕が取ったって伝えてよね。分かった、伝えとくよ。お、グリーンスターやんけ、やるじゃん弟よ、グリーンスターを俺は待ってたんだよ、やった、パワースター僕んだよ、大丈夫、もうこれは君のだ、グリーンスターありがとう。そうだから長々と文句を喋ってしまいましたが、まあここまで見てくれる方だからこそ言いますけど、私はねスマブラのルイージはおかしいと思う派なんで、あのルイージ あれ以外で見たことないぞ、だって俺完全にスマブラルイージなんだよな。もうちょっと言うと、なんだろう、マリオがさ、かっこよすぎない ?X から。マリオってなんかこう、いつも笑顔でさ、みたいな。緑のパワースターをすべて取り戻し、試練の扉が復活したようですな。そうなんですな。おお、なんか試練のスターが出ましたけど、これは難しそうなんで後回しですね。試練の扉の先がどうなっていることやら、この私でも見当もつきません。じゃあまだ行かない俺は。はい、セーブします。ということで、なんか、スマブラの文句を多少言ってしまいましたが、ちょっとね言っときたかったんだよ一回。なんかあんまりさ、こういうの誰かと共有する機会ないじゃん。だからちょっと皆さんの意見も聞きたいな。まとめると、俺はスマブラのルイージとマリオはちょっと違うと思う。なんか原作リスペクトが若干足りないと思うっていう派なんですよ。別に嫌いじゃないよ、俺はスマブラ嫌いじゃないし、めちゃめちゃ楽しみにしてるんだけど、俺はなんかマリオシリーズが好きだからこそ、なんだろう、もうちょっと原作寄りのマリオとかルイージを参戦させてほしいなっていうあれです。クッパとかもね、できれば俺はボイスをつけてほしい。あのスマブラのクッパってボイスがないでしょ、でも本編のクッパってボイスがあるじゃん、さっきもだったけど。とかね、なんかちょっとね、マリオキャラは原作リスペクトが足りないような気がするんだよね、という私の意見でした。はい、ということで今回の実況はここまで、実況だったのかどうなのか後半微妙でしたが、はい、実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。